今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日はスシローの持ち帰りです。ほとんどおかんがね、なんかスシロー食べたいと言ってたので、いろいろ頼んだので、ちょっと一個一個説明できないんですけども、こんな感じです。うまそうですよね。で、おかんが巻いた、だし巻きでございます。親父、おとんが巻くと、もうちょっと、なんていうんだろう、プロっぽいというか、きめ細やかな感じなんですけど、おかんがない巻いたやつは、おかんが巻いたやつでまた美味しいんですよ。このちょっと混ざり、かけての、白身がちょっとなんかね、ポロポロと残ってる感じとか、こういうのもまたいいんですよね。この混ぜすぎないと、で焦げてるところと焦げてないところがあるみたいなのも好きで、だしがまあとりあえず美味しいんですよね。だしはうちの母親取るのめちゃめちゃ得意で、非常に美味しい、だしのだし巻きでございます。まあ、一応でもプルーンとなっていててとろっとして、美味しいのでございますよ。でインゲンの、煮物、こういうね、こういう煮物を自分で作って、副菜で冷蔵庫に置いてあるの嬉しいですよね。でおかんのハマグリの吸い物です。なんかね、だし物うまいんですよ、うちのおかん、ほんまに。ということで、左がおとんで右がおかんです。もうだいぶ年取りましたね、おかんね。おとんも、まあこんなん言うとまた怒られますね。ハマグリの吸い物は僕もいただきました、ありがとうございます。マグロがね、本当にうまそうだったんですよ。なんか3種盛りみたいなので、トロと中トロと、普通のマグロなんですけど、それだけで600円ぐらいしたんちゃうかな。まあでもなんかすごい、いい、スシローさんの美味しそうなやつでした。僕1個も食べてないんですけど、僕自分の分も買ってきて帰ってきたらよかったなと思ってたんですけど。ということで、今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネルなんですけど、今日ほとんどおかんが食べたご飯をアップするチャンネルということになってしまいますが、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしております。いいねいただけると、非常にありがたいので、ポチッと押しておいていただければ励みになります。よろしくお願いします。それではまた朝、明日7時にお会いいたしましょう。ありがとうございます。